今日はチューブレスのリムテープの貼り方っていうのと貼るときに役立つマル秘アイテムというのを紹介したいなと思います。はい、皆さんこんにちは、ロックバイク TV です。昨今マウンテンバイクやロードバイクのタイヤがチューブレスが非常に増えてきました。今日はそのチューブレスのリムですねに対するリムテープの貼り方っていうのと貼るときに役立つマル秘アイテムというのを紹介したいなと思います。まずはじめにチューブレスのリムと今までよくあったクリンチャーのリムですね、これの大まかな違いっていうのを説明して、その後リムテープの貼り方をやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは今日はこちらの6コンポーネンツのゼフィルスのディスクブレーキ用のホイールを使ってリムテープの貼り方を説明していこうかなと思うんですけど、ちょっとね見えにくいかもわかんないですけれども、これがチューブレスレディのリムの内側になります。そこのチューブレスレディとクリンチャー、あとチューブラーっていうリムもありますが、その辺のリムの違いについてちょっと軽く説明してみたいと思います。まずですね、今まで一般的にあったクリンチャーっていうのがこういったタイプになるんですけれども、リムのこの両脇にこういうフックがついてまして、ここのフックのところにタイヤのビードがここにはまって抜けなくなる、そんなような構造になっています。それに対してレースなんかでよく使われる、もう最近は使われる頻度も減ってきましたけど、チューブラーっていうリムはここにねタイヤがもう乗っかってるだけ、タイヤとリムのこの接点っていうのが、まあ、接着剤だったり両面テープだったりで貼り付けられている。でもちろんここにこうくぼみがあるので、タイヤに高圧の空気を入れることによってずれにくくなり、接着剤でしっかりくっつくっていうような、そういう構造になっております。それに対してチューブレスレディっていうリムなんですけれども、クリンチャーとここのリムのビードが収まるフックの部分というのは非常によく似た形状になっているんですけれども、最大の違いはですね、このリムの内側にちょっとしたこうここに突起があるんですね。これが両側についているんですが、この突起のところにタイヤのビードがこうパチッとはまって、でこの突起があることによって内側の空気というのが漏れにくくなっている、そんな構造になっています。これチューブレスではなくチューブレスレディーというふうに呼ばれているんですけれども、ちなみにこのチューブレスレディのリムにはこのフックがあるタイプとフックレスっていう2つの形がありまして、フックっていうのはいわゆるこのリムのこうビードがはまるとこがこうなってるんですけど、対してフックレスっていうのも垂直に立ってるだけで、このフックがないタイプになります。本来チューブレスのホイール、これは車やオートバイなんかもそうなんですけれども、全てがこのフックレスのタイプになっています。ただこのフックレスを使うことによって、本来であればタイヤのビード面とリムのこのビードが乗っかる部分の密着性が高まって、空気がより漏れにくくなる、接点も増えていいんですけれども、自転車におきましてはどうしてもタイヤのケーシング剛性、ビード剛性、あとリムの剛性が若干どうしても足りなくなって、フックレスのいわゆる完全なるチューブレスっていうのができなくはないんですけども、それをしようと思うとどうしても重量が増えてしまうというネガがありまして、現状この完全なチューブレスっていうのがあまり多くは見受けられません。でそこで自転車業界が開発したというか編み出した次の手というか第3の案として考案されたのがこのチューブレスレディっていう、レディっていうぐらいなのでチューブレスでもいけるし中にチューブ入れてもいけるよっていう、そういう使い方になるわけなんですけれども、本来チューブレスというのはリムにタイヤを装着して空気を入れれば空気が漏れないっていう構造なんですが、チューブレスレディに関してはこのリムにタイヤをつけた後に中にシーラントっていうちょっとネトネトの半分接着剤みたいにシールする液体を入れまして、それによって小さな穴から空気が抜けないようにするっていう構造を使っています。今現状の自転車業界におけるチューブレスレディのリムというものはほとんど全てこのシーラントを入れて運用する、そんな形になっています。もう一度言いますが、チューブレスというのは本来シーラントはいらないんですけれども、先ほど言いました自転車におけるその重量のネガとかっていう部分を何とか解決するために
G ラントを入れるっていうことによって若干の合成不足、まあもちろんその動いてない状態では空気は漏れにくいんですけれども、どうしても乗車しているとリムがたわんだりだとかタイヤがたわんだりとかしてそこから空気が抜けがちであるというところで C ラントっていう液体を入れるという解決方法を取り、今チューブレスレディというような形で自転車業界のチューブレスタイヤというものは運用されている。それが今の現状となっています。で、今説明しましたようにこれが今自転車の世界において存在するリムの形状がこんだけの種類ある、そういった説明になります。それではこれからこちらのね、先ほどお見せしたゼフィルスのホイールなんですが、これはいわゆるこの形になっています。ただリムテープを貼らなければいけないというのは、自転車のホイールというのはこういったこのスポークでハブに対してリムを結合して組まれていますので、どうしてもここにこのスポークホールっていうのが開いてるんですね。ここから空気が外に漏れてしまうということで、ここを密閉しないといけない。それでリムテープをつけるわけなんですが、通常のリムテープだと空気が漏れてしまうので、貼り付けタイプのシールタイプのリムテープっていうのを貼っていかなければならないんですが、それを効率よく、なおかつなるべく空気が抜けにくく貼っていく方法っていうのを紹介したいと思います。はい、それでは今からリムテープを貼っていくんですが、先ほど冒頭の説明でこれにはその貼り付けタイプのリムテープを貼るっていうことを言ったんですけれども、通常のリムテープっていうのがこういうね、皆さんもよく目にしたことあるかと思うんですけれども、ナイロンだったりというような素材でできていて、一箇所このバルブの穴が開いてるってやつをこうリムにこうやって沿わし貼っつけるとかはめるタイプのリムテープ、こういうものを使うんですけれども、もちろんこういったホイールにチューブを使う場合はこういったリムテープを使っていただいても全然問題ありません。ただチューブレスタイヤを装着するにあたって、これではどうしても空気が漏れてしまうので、貼り付けタイプのリムテープを貼っていきたいと思います。それでは作業を進めます。それではまずはじめにリムの表面ですね、なるべく密着を良くするためにリムの表面をきれいにしていく、かつ脱脂をする意味でちょっとクリーニングをしていくんですけれども、これは新品でもやった方がいいです。で、僕はシリコンオフっていう脱脂をする溶剤を使っています。なかなかシリコンオフ持ってない方もいらっしゃるかと思うので、パーツクリーナー等で代用していただいても全然構いません。シリコンオフ染み込ませたこういったペーパーウエスなんかを使ってリムの表面をこうやってきれいに拭いてあげるといいかと思います。特にですね、このビードの乗っかる位置あたり、この隙間ですね、この辺とかっていうのを、まあ、丁寧に脱脂してあげるといいかなと思います。それではこのリムテープですね、貼っていくわけなんですけれども、どこから貼り始めるのかと言いますと、このスポークが通っている穴、これスポークホールって言いますが、前週にわたってこのスポークホールが開いているんですが、一箇所、当然ね、バルブが通らなければいけないバルブホールというところがありますので、このバルブホールで始まってバルブホールで終わる、ような貼り方をしていきたいと思います。で、こっち向きにこう貼っていくんですけれども、バルブホールの隣のスポークホールの手前ぐらいから始めて、ぐるーっと一周回って、このバルブホールを通り過ぎた隣のスポークホールの手前ぐらい。これぐらいは重ねて、ここが一番強度がいるので、後でここの部分だけね、穴を開けなければいけないので、この辺を重なるように貼っていきたいと思います。で、この粘着のテープなんですけれども、これを貼っていくんですが、剥がれにくくするためにこうやってね、貼り始めは角を落として、ちょうどこのバルブホールの手前ぐらいから、あ、ごめんなさい、こっちがバルブホール、こっちがスポークホールですね。バルブホールのところで重なるようにスポークホールの手前ぐらいに合わせて、ここで指でグッと押さえて、きつめにテンションをかけながら、この
リムの断面の内側にこう沿うように。こう引っ張ってね、きれいにこう沿うように貼っていきます。で必ずリムのセンターにリムテープがちゃんと貼れるように気をつけながら貼っていってください。貼るときは必ずテンションをかけながら引っ張って引っ張って貼るようにしてください。で、ここで重なるわけですが、もうちょっと貼って見えなくなってるんですけれども、ここにスポークホール、バルブホールがありまして、隣のスポークホールがここにあるので、この辺ぐらいで終わるように、カットしていきます。カットした先は先ほどと同じように、剥がれにくくするために角を落としてあげるとより良いです。でここもグッと最後までテンションをかけながらこうやって貼っていきます。これで貼り付け自体は終わってるんですけれども、より密着を高めるためにこれをねこう擦って密着性を高めたいと思うんですけれども、ここで使用するマル秘アイテムというのがこちら、よく見かけるアイスの棒です。例えばなんかガリガリ君とかついてるというか食べ終わった後の棒でもいいんですけど、こういったアイスの棒というかこう木のヘラのようなものですね。これが100均なんかで何十本で束になって売ってたりするんで、それでも全然構いません。僕は塗装する際の塗料をこう混ぜる攪拌の棒としてストックしてるんですけれども、これを使ってこうしごいていきたいと思います。これを使っている理由というのはですね、リムテープをこう擦るときにね、金属のヘラなんかでやるとどうしても傷ついてしまって破っちゃうんで、木がやっぱり柔らかくてちょうどいいっていうのと、この内側がこう R になっている、この R になっているところにちょうどねこのアイスの棒の R がちょうど都合がいいので、これでこういうふうに擦ってやっていくとより密着性が高まります。でこの端っこの方、ここなんかもこうやってグッと押さえてこう貼ってあげるとより密着が高まります。見てわかると思うんですけれども、この、これで擦ってないところはちょっと青なんですけど、これこう擦ると綺麗に密着してるんで、色がね変わっているのが見えるかな。色がこう擦っていくと変わっていくんですけれども、これぐらい密着させていればリムテープと、リムの間で空気漏れが起こることは、まずないと思います。ここは丁寧にこう作業をしていっていただきたいと思います。はい、それで、最後この重なっている部分というのを、きれいに貼って、テープの浮きがないように
リムテープの貼り付け自体はこれで、完了です。それでは最後までテープを貼り終わって、先ほどのねアイスの棒を使ってきれいに密着、そこまでの工程が終わりましたので、最後バルブホールの穴を開けていきます。このバルブホールの穴の開け方もいろいろあるかと思うんですけれども、僕はもうシンプルにこの鼻と同じ形に丸く切るようにしています。バルブホールとスポークホールを間違ってしまうとまた巻き直しになってしまいますので、必ずねバルブホールを裏から指で触って確認して、ここにバルブホールがあるっていうところを確認してからバルブホールの穴を開けていっていただきたいと思います。僕はこういったねデザインナイフを使ってこの穴を開けるようにしています。はい、このような形で綺麗にバルブホールに穴が開きました。この貼り付けタイプのテープはそうですね、どうしても1本で巻ける本数が限られてくるんですけれども、ずっと使ってるとね、一周巻き終える前にテープが切れてしまったとかなくなってしまったっていうことで、あとちょっとなのにみたいなところってあるかと思うんですけれども、貼り付けタイプなのである程度の長さ重ね張りしていただければ、継ぎ足しで重ね張りしていただいても、先ほどのようにアイスの棒なんかを使ってこう、しごいてね、完全にこう空気を抜いてきれいに密着させれば、別に継ぎ足しをしてても空気が漏れることはありませんので、ご心配なさらずに継ぎ足しで運用していただいても大丈夫かと思います。そもそも1枚の1本のリムテープをここでねどうせ継ぎ足しをしているので、まああんまりたくさん継ぎ足しするのは良くないかもしれないですけれども、少々継ぎ足しをしても問題ないかなというふうに思います。今回使用した6コンポーネンツの Zephyrus 45D というディスクブレーキ用のホイールになります。こちら好評発売中ですので、ぜひ気になる方は6コンポーネンツ6バイクスのウェブサイトをご覧ください。リムハイトが 45mm、リムの幅がワイドリム仕様になってまして、外外で 26mm になっております。重量は前後セットで 1640g で、今ねスルーアクスル仕様で組んでますけれども、クイック用のアダプターも付属しています。価格は税込み前後セットで 132,000円と非常にお買い求めやすくなってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。今日はチューブレスレディのリムにリムテープを貼っていく、そのやり方とマル秘アイテムと題しまして、このアイスの棒ですね、を使ってきれいに空気を遮断するようにリムテープとリムを密着させる方法というのを紹介しました。このように自転車専用の工具じゃなくても、アイデア次第で専用工具以上に使い勝手が良かったりだとか、コストをかけずに整備なんかっていうのを楽しんでいただく方法っていうのがまだまだたくさんあると思いますので、そういったちょっとライフハック的なものっていうのも今後たくさん紹介していければなぁなんて思っていたりします。今回の内容を気に入れていただけましたら、コメントや高評価で応援いただけるとありがたいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。